はい、えー、それではですねデジタルツインスマートシティで XR はこう使う、えー、可視化共有総合連動ということで、えー、お話をさせていただきます、えー、沼倉省吾と言いますシンメトリーディメンションズインクという会社をやっています 我々の会社ですね2014年に設立して VR の開発を専門に行う会社としてずっとやってきましたで今までが建築デザインでの VR での確認 またはあの打ち合わせをするためのツールというのを提供してきて、今、グローバルだと2万ユーザーぐらいが使っていただいてるんですけど、2018年からですね、我々デジタルツインという領域の方にシフトしまして、で現在はこちらの,あのサービスを提供している会社になります。 こちらが、えー、我々が提供しているデジタルツインを作るためのプラットフォーム、えー、シンメトリーデジタルツインクラウドというものになりますデジタルツイン、あのー、もうだいぶ皆さんもお話とかニュースで聞くこと増えてきてるかと思うんですけど、えー、どういうものかというと簡単にもう一度説明すると、えーまあ、デジタルツインはあの双子のデジタルデータという意味なんですけど現実の世界 で起きていることとか物とかのデータを集めて、で、あのデジタルの空間であのこちらをコピーします。で、コピーしたものをあの分析したり、またはあのシミュレーションしたり予測して、で、こういうふうにした方がいいねっていうのを現実の世界にあの返す。これがあのデジタルツインの考え方です。 でまあ、こういうことをすることによってより正確にあの現実の世界を理解してでよりあの最適なあの形に変えていくこれがあのデジタルツインの技術になりますで従来はですねあのものづくりであったりだとかあの工業系で使われていた考え方だったんですけど最近はあのここに新しいいろんな技術がまあ登場してきて IoT のセンサーのデバイスが普及したりあとは 5G と呼ばれる新しいあの移動通信規格がまあ出てきたりあと CPU がまあ非常に速くなったりということであの工業製品や1つの場所だけではなくてもっと広い場所都市のようなこういう広大な空間でもデジタルツインがまあできるようになるであろうとなってきたのが2018年からになります。我々もあの2018年に 海外で 5G のサービスがスタートしてから、この都市でのデジタルツイン活用という、まあ、こちらの方を進めたという流れになっています。でデジタルツイン、あと、まあ、スマートシティという言い方もあるんですけど、あのまあ、グローバルではですね今、こういうデジタルツインスマートシティ市場が2025年までに140兆円の市場になると言われていますで。日本国内に限って言うと9.4兆円。 になっていますで。デジタルツインの市場というのは非常に広くてあのこのコピーをしたりするデジタイズをする部分の技術もあればそれを分析予測したりまたはそれを還元したりするというさまざまなものが含まれてきます。でそれ以外にもですね従来あの分析等で使われていたビジネスでの BI ツール こういったものも徐々にデジタルツインを扱うようなものに変化している、こういったものをすべてあの含めたものがこの市場になっています。で非常に、まあ、あの高い拡張の余地があるであろうと期待されているものになります。でこちらはあのよく話題に上がるあのガートナーというリサーチの会社が毎年発表している先進テクノロジーのハイプサイクルという図になります。 でこれどういう図かというと、えっと、左側から一旦山がこうぐわっと登ってで落ちて緩やかに登っていくっていう、まあ、これがあのこのハイプサイクルの基本の,あの線なんですけどこれ何を指しているかというとあのこの急な一番最初の上り坂これが新しいテクノロジー。えーこれは あの非常にこう先進的なテクノロジーに限られます。なので従来の製品の新しいものが出たとか改良版が出たではなくて、全く今までにはなかったような新しい製品が登場したときに、まずはまあ期待を持って迎え入れられる。なのでみんなの期待がグワッと上がるので、期待値が上がっているのがこの線になります。で 実際にこの線が上がったあたりから製品サービスとかプロダクトが出てくるんですけどそこで触ってみるとあれ意外と期待してたほどじゃないなって言って一旦みんなの期待がこうあの落胆しちゃうんですねでこれが下がってったあたこの線になります。で あの下がるんですけども、やはりこの技術、日々改良であったりだとかサービスもどんどんアップデートされていって、徐々に使えるようになっていく。で、そうなってくると、ああ、これやっぱり使えるぞっていうことで、どんどん普及していくっていうのが、この緩やかな上り坂になっています。で、デジタルツインはですね、一番最初の登場が2017年。 に登場しましまたで一番最初はまさにこの機体があの盛り上がっていくところですね。ここであの登場してきたのがあの2017年。で2018年はですね、これが機体のちょうどピークに差し掛かるところですね。あの先ほど言った新しい 5G 等のあの企画が出てきて、で、ああ、これからデジタルツインすごくあのを拡大するぞみたいなまあ期待があったところがここになってます。 で一旦2019年には、ですねもうここあっという間に飛び込めてあの消えちゃいました。でえー、っと2020年のこれ、ガートナーのハイプサイクルなんですけど、ここではあの従来のデジタルツイン自体は消えてしまって、新たにデジタルツインを使ったあの人のデジタルツインとシーズンツインというのがまあ登場してきてます。でこれは なぜかというとあのデジタルツイン自体はです、ね、あの先ほどのスマートシティと呼ばれているようなあのデジタルツインよりもあの前からあの進められていた都市の,あのどうやってあの都市の運用をしていくかという、まあ、ああいったところとも一,一つになってでもうあの続々とサービスが、まあ、出てきたということであのこのハイプサイクルからはもう飛び出てしまいました。 で新たにその同じ考え方を使った別のジャンルのものがまあ登場してきたというのがまあ2020年になっていますで。こちらは2021年ですね、今年のちょっと前に発表されたものなんですけど、えー、とここでももうすでにあのデジタルツイン自体はあの消えちゃってますで。ここで新たに出てきているのは、このデジタルツインを支えるための技術、これがあの新たに登場してきているもので、でこれがです、ね、このアクティブメタデータ管理というやつで。 でこれは何かというと、デジタルトゥインとかスマートシティで扱うデータっていうのは非常にさまざまな種類があります。3D のデータもあれば、IoT のセンサーのデータもあれば、で時系列で入ってくるあの映像もあればって、まあ、いろんな種類の,あのフォーマットも違えば、ジャンルも違う、さまざまなデータがあるんですが、こういったものを組み合わせて、まあ、使う。 なので、このさまざまなデータを管理しなきゃだめだよねということで、こういったものを扱うあの周辺の新しいサービス、技術というのが出てくるであろうというのが、この2021年の,あのハイプサイクルに出てきたものになっています。でもう一つ、日本ではですね、あの日本であの限定している日本における未来志向型あのインフラテクノロジーのハイプサイクルというのがつい先日、あの公開されています。 でここではですね、あのー、もう一回デジタルツイン出てきて、であの日本の中ではあの海外よりも少しこのスマートシティとかは、まあ、遅,れたっていう遅れてた部分もあったので、日本ではまあこれからあの新たにぐわっとまあ出てくるだろうということで、あのー、この過度な期待のピーク期の直前に今、まあ、来ている段階になっています。ちょっとこのあたりはもう一度後でお話の方をさせていただきます。でまあ、昨年ですね、2020年、 あの年始から COVID-19 のパンデミックがあの世界中で発生して、でまあ、これによって世界中のさまざまな産業であったり、あの社会活動があの停止を余儀なくされました。で、まあ、この状態がどれぐらい続くのか、あの今でもまだ分からないかと思うんですけど、まあ、こういったことが起きて、で我々の会社でも2020年の2月の16日からあの、リモートに完全に切り替えちゃいました。で これ切り替えた直後の,、まああの我々のミーティングの様子なんですけど、まあ、世界中でこういう働き方であったりあの産業をどうやって維持していくのか都市どうやってあの機能を見直していくのかっていうような非常にまあ大きな転換点になったのが昨年2020年になりますで、まあ、この先ですねさらにここで出てきたのがアフターウィズ COVID-19 というような言い方をしてますけど この先、さらに第2、第3の新たなあのコビット2 0や21、またはあの日本なんかは非常に災害大国でもあるので、あのそういったものが起きた際に、いかにあの持続可能な強い社会インフラの構築をしていくのか、でそのための、まあ、技術としてデジタルツインの注目が集まったというのが、まあ、この2020年から21年になっています。 で今年2021年あの3月の29日ですねあのデジタルツインやスマートシティの基盤としてあの非常にこう話題を呼んだ 3D 都市モデルのプロジェクトプラト t というものが公開されました。でこの 3D 都市モデルのプロジェクトプラト t というのはオープンデータと呼ばれているデータになります。でまあ、このデータが、あのー なんで登場してきたのかでこれを使うとどういうことができるのかというのがまあ今日のテーマになっていますでプラトーをですね公開初日からまあ非常に話題になっていてあのー、今回 xr 会議に参加されている方もこちらあのダウンロードされたり他の方が作られたコンテンツなんかまあご覧になられた方もすごく多いと思うんですけどあのー、まあなんでこんなにあの話題になったのかというのがあの今日の焦点になっています でまあ、従来だと、こういう都市のモデル、あのエンタメにしても、あのシミュレーションにしても、作るの非常にまあコストがかかってたんですけど、まあ、今回、これがあの無料で、で所用でも使っていいというので、公開されたというのはまあ非常にあのインパクトがありました。しかも、このフラットのデータというのは、日本全国の,あの都市のモデルをまあこれから順次公開していくということで、まあ、そんなものってグローバルでもまだないです。 なのであの、そういう意味では非常にあの、まあ、インパクトがあったあの、世界的にもインパクトがあったものだと思います。で、じゃあなんであの、これだけのデータを国が、まあ、お金をかけて、無料のデータとしてまあ公開したのか。で、7月ですね、東京都の方からデジタルツイン実現プロジェクトというのが公開されました。 でこちらもですね2030年に向けてあのこのデジタルツインにあの先ほどのプラトーなんかも活用してリアルタイムデータを活用できるような基盤を作っていくで仮想空間にもう一つの東京を作るというような、まあ、こういったあのニュースが登場してきましたで内閣府もですねあのこのデジタルツインが出てくる前からあのスーパーシティであったり あのソサイティ5.0と呼ばれている、やはりこれも同じあの現実世界のデータを集めて、でそのデータをもとにこの世界を良くしていくという、まあ、考え方なんですけど、まあ、こちらをあの以前から進めていました。で、今年からはですね、あの非常に本格的にさまざまな地域であの事業が選定されたり、またはそこに対して助成金なんかが出るようになっています。でこの あのデジタルデータを作るために国や自治体あとまあ企業さんからも現在さまざまなデータというのが公開されてきましたアメリカなんかではです、ね、このデータ .gov という2009年にオバマ政権下で作られたあのサイトなんですけどここに全米各州の,あの気象観測の情報だったり農作物の生産量だったりあの地図や地形データとか、まあ、いろんなあの各州のデータがここに収められています で一番最初公開された時はですね、ここあの40件ちょっとぐらいしか、あの47件ぐらいしかなかったんですけど、今もう32万件超えなので、あの実に6500倍ぐらいのあので成長しているというのが、まあ、このデータ .gov になります。でこのデータ .gov は、ですね、同じものがイギリスとかオランダ、フランス、まあ、ドイツ、オーストラリアって、まあ、ヨーロッパを中心なんですけど、非常に多くのところで同じ形であの公開の方がされています。 日本でも2014年からこのデータ .gojp というのが本格的にあの稼働し始めて、同じようにあの日本全国のさまざまなあの気象観測の情報であったり、農作物の生産量や消費量、あとは国土地理院さんの,あの地図や地形データ、こういったものもあのここからアクセスできるようになっています。ここで言われているあのオープンデータって、じゃそもそもなんだっていうもの話なんですけど、オープンデータはあの基本的に こういう条件だというのがもう決まってます。で、これは内閣官房の IT 総合戦略本部というのが2016年にあの公開したオープンデータ基本指針というものなんですけど、えっ、ー、と、一番が、あの、営利目的、非営利目的を問わず二次利用可能なルールが適用されたもの。で、二番目が機械反続に適したもの。で、三番目が無償で利用できるもの。 で2番目の機械判読というのは、まあ、要するにデータとしてあのファイルをちゃんと PC で読めるということです。でなのであの、自由に使っていいよ。であの自由にファイルが読めるようになっているで。さらに無料だという、まあ、これがオープンデータの基本的なルールです。でじゃあ、なんでこ,んなこういったものを出すのか。でこれはですねあの、こういったデータを公開することによって、いろんな企業、あとは個人が あの新しいアプリケーションの開発であったりあの新規産業の創出をできるようにするというのが基本的な目的になっています。えー、これはですね2020年5月に可決されたあのスーパーシティ法案と呼ばれている一般的にあの概略図なんですけど。 国交省のプラトーとか東京都のデジタルツイン構想というのも、まあ、この中の,この一番下の部分ですねあの行政住民データ政府自治体っていうこのこ,こで使われるデータの一つが先ほどのプラトーであったり東京都のデジタルツインになってます。 でそれ以外にもさまざまなあのデータであったり、あとは民間とかから出てくるデータ、あとは我々の、まあ、個人のデータですね、こういったものがこの標準 API というのを通してデータ連携基盤につながって、でそれをさらにまた API でつながって、上のサービスにつながるっていうのが、まあ、このスーパーシティの考え方です。でまあ、これをやることによってあのサービスを提供する側、 が今まで自治体とかが提供していたようなサービスをむしろ民間から創出していく。あとはこういうデータを活用することで今までになかったような新しいサービス,あのサービスだったり製品、こういったものを、まあ、あの作れる、こういった環境を加速するというのが、まあ、この目的,目的になっています。で、じゃあなんでこうやってまあ連携していくのか。あのー このスマートシティとかデジタルツインのの考え方っってていいうのもどんどんん変わっていますでスマートシティも一番最初に出てきたのが2000年代後半でこの頃はあはこのデータを取ってで先ほどの例えばあの一つの場所であったりまたはあのデジタルツインであれば一つの製品、まあ、こういったデータを取ってデータの事前シミュレーションをしたり またはあの製品を出荷した後のデータも取ってどういう使われ方をしてるからこういうふうにしなきゃいけないっていう製品のバージョンアップで使うようなこれがあの一番最初でした。でそこからですね背景の,あのクラウドの,あの技術だったりまたはモバイルがどんどん高速化していったり、まあ、こういった技術がどんどん進化することによってあの一部の場所とか一部の製品だけじゃなくてあのもっと広い空間 で、あのこういったことができるようになっていくよねっていう風な考え方が徐々に出てきました。これがあのスマートシティの都市機能の最適化っていうものになります。で、えー、と現在はですね、あのこの都市機能の最適化からさらにもう一歩進んで、ここで集めてるデータをむしろ相互にどんどん接続していく。 あとは、ここであのみんなが提供しているサービスをどんどん接続していくことで、先ほどの新しいサービスやアプリケーションを生み出していこうっていう、まあ、これがあの現在の考え方になっています。でこれはあのスマートシティレベルでいうと、まあ、スマートシティ3.0みたいな言い方をしてたりするんですけど、こういう形であの、どんどんですね、このスマートシティとかデジタルツインの考え方っていうのも、まあ、変わっていってます。 でまあ、今現在はこのスマートシー3.0になっているという状況です。でまあ、スマートシー、あの日本でやっているものもこのスーパーシティ構想という言い方をしていますがこれも全く同じであのこの中であの歌っているものこ,れ、まあ、ここですよねあの複数分野間でのデータの連携、まあ、これをすることで先端的サービスの一番の,このサービスを提供していくという、まあ、これがあの根本的な考え方になって でこれを行うためにまず国や自治体からデータを提供していくというのが先ほどのプラトーであったりまたはその他のオープンデータになっています。なので、えー、スマートシティやデジタルツインというのはこういうさまざまなデータが連携して作られるのが、まあ、こういった、あのー、サービスになります。でまあ、従来こういったデータっていうのはそれぞれ個別にあのデータを提供している会社さんとかがいてで、あのー、そのデータを、あのー 皆さんに、まあ、あの提供してたというのが今,今までなんですけど、これからはこういったデータとかサービスを互いに、まあ、もう接続して、お互いに連携することで価値を出していく。なので、一つのデータで価値を出す、付加価値を出すのではなくてあの、いろんなデータと組み合わせることで付加価値を出すというのがあの現在の考え方になっています。なので、デジタルツインやスマートシティというのは、データを連携させて使うというのがもう大前提。 あとまあ、そもそもいろんなデータの種類があるので、1つの会社だけでこれを担うというのが、まあ、そもそも難しいというのがあ,のあります。で我々あの、これをデータの民主化と言っているんですけど、まあ、こういういろんなデータが民主化されることによって生まれる新たな市場、これがデジタルツインやスマートシティの背景になっています。でじゃあ実際にこういうデータ、いろんなデータを組み合わせたらどんなことができるのというところをちょっと説明すると。 これは我々のサービス、シンメトリーで、まあ、データをつなげているあの一つの例です。でここではあのシンメトリー上に作った 3D の地球あの、Google Earth みたいなやつですけど、これにマイクロソフトさんの地図データ、BingMaps っていうのがあるんですけど、まあ、これをつなげてで、さらに気象データでオープンウェザーマップっていうあの一部無料で、一部有料で提供されているあのデータがあるんですけど、これを API から取ってきて、 で、この先ほどの 3D の地球上に接続してで、アニメーションはシンメトリーが自動的にやっていますで。今まではこれを要は自分でデータ集めてきて、一から作らなければいけなかったんですけど、まあ、現在ではこういったものが相互にあの使える状態に徐々になってきているので、これを接続すれば、こういったものがまあ簡単に作れるようになってきています。でこちらもあの、 そのの接続の例ですねここでは先ほどの国交省の 3D 都市モデルプロジェクトプラトにまた同じく気象データのオープンウェザーマップの今日の風の向きと強さを取得してでそこに外部の会社さんの熱流体解析というを行っている環境シミュレーションという会社さんの3次元熱流体解析エンジンを接続した例になっていますで従来はこれもネイティブのアプリケーション を使ってで非常に高速なあの PC とかを使わないとできなかったような作業があのウェブ上ででそれぞれのデータも無料のデータであったりまたは有料のそういうエンジンを組み合わせて、まあ、簡単にできるようになったというのがまあ、ここの,あの可能になったことになっています。で実際にじゃあどういうふうな使われ方をするのかちょっといくつかあの事例の方をご紹介します。 こちらですね、今、11月の9日にあの公開されたデジタルツイン渋谷プロジェクトというものがあります。えっと、デジタルツイン渋谷プロジェクト、これ、どういうことをやっているかというと、デジタルツイン、渋谷のさまざまなデータをあの組み合わせて、これは先ほどのオープンデータもあれば、企業さんのデータもあります。でこちらによって、渋谷のデジタルツインを作ろうというプロジェクトです。 で実際にここでやろうとしていること、じゃあそのデータを集めて、先ほどのデジタルツインを作って、一体どんな役に立つのっていうの、なかなかまだあの実例をご覧になられた方いないと思うんですけど、まずこういう都市づくりでデジタルツインを作る場合に、まあ、どういうことをやってるかというと、まずえ自分たちが住んでる町ですね。というののが日本あのー、非常に こう町の再開発とあのどんどん増えてるんですけど、この町づくりの,あの住民の方、じゃあ、例えば自分の住んでる町にこういうことをやりたい、またここに公園欲しいなとか、まあ、こういった自分の町をどういうふうにしていくのかっていうようなアイディアとを集めて、でこれをあの他の,住民の地域の住民の方や企業さんと共有して、じゃあ、あのどういうふうな町を作っていこうっていうような、まあ、検討であったり、合意形成をしていく。 で実際にそれを再開発に反映して現実のこの空間をまあ作り出していくというこれがあのデジタルツインを使ったあの都市の,あのスマートシティ等での活用の仕方になります。でこれはあの冒頭でお話しした先ほどのデジタルツインの考え方ですね。現実のの空間のデータをまあ集めて でえー、デジタルのコピーを作って、でこれを検討、予測したり、シミュレーションしてで、現実に反映する、これをあの実際の自治体でやると、こういう形になるわけです。 あの皆さん住んでる方の意見であったり町の情報を集めてでそれをで作った町のデータを皆さんであの見たりあの検討しながら町をどういうふうに変えていくのかっていうまあこういったところを全員であの話をしてでそれを実際に現実の世界に反映されていくというまあこんな使い方になります。 デジタルツインの渋谷のプロジェクトではあの今回です、ね、第1弾としてまずあの笹畑発と呼ばれているあの地域、えー、笹塚で、幡ヶ谷、発大で、ここにあの今回です、ね、新たにあの緑道というあの道ができるんですけどでここのデータをまずすべてあの入れました。 でここには先ほどの 3D 都市モデルのプラトのデータも入ってますし、あの天群データと呼ばれているこの緑道の,あのデータもこの中にすべて入っていますで。こちらにですね、あのブラウザやあのスマートフォンから皆さんアクセスすることができるようになっています。でまあ、この中、これからどういう開発が行われていくのかで、どういうコンセプトなのか、どんなデザインなのか、で実際に じゃあそれができたらどういうふうになっていくのかみたいなまあこういった情報を街の方があの今までは紙のデータ等で皆さんも配られてたんですけどやっぱなかなか紙で見るのも面倒くさいで実際にあの若い方がじゃあそれをご覧になるかというとなかなか見る機会も少なかったと思うんですけどこういう形でデジタルで簡単にアクセスできるようにしてこの中皆さんも自由に見ていただけますで今ここであの表示しているのはこの緑道の中にじゃあここには あのこんな問題がありますっていうような住民の方の意見をこの中にも実際にデータとして入れていってでこれもあの皆さんご覧いただけるようになってます。例えばここは普段自転車がすごいいっぱい止められてて邪魔だよとかまたはここあの公園ちょっと遊具が危険だまたは新しくしたいあとこんなものを作ってくれたら嬉しいなみたいな、まあ、こういったさまざまな町の方の意見がここにデータとしても入ってで視覚的にあの見ることができるようになっています。 でこちらですね、先ほどのこの笹畑発のエリアにそういったいろんな方からあの集めたあのご意見だったりアイディアをあの実際にこの中に入れて、であのブラウザ等で見ることもできますし、今回はあの AR でここで入れたデータを現地で見ることもできるようにしています。なので まあこれから街の中でどういう問題があるのか、あとはあの実際にどこでどんなことをしたいのか、またどうなっていくのかみたいなものを実際に街の中にいるときにあの皆さんがご覧になったり、またはあのそれを使って打ち合わせ等をしたり、あとはまあ街の魅力自体を今後 AR 等で紹介するような、まあ、こういったところの,あの活用っていうのをあの考えて、現在、実証実験等を進めているものになっています。 でまあ、この使い方ですね、あのデジタル上に登録したものが現実世界に反映される。で、現実世界でまたあの何らかのインタラクション、またはリアクションをしたものがデジタルに反映される。これがあのデジタルツインになります。なので 単にデジタルの中で情報を入れただけっていうのは単なるデジタルデータなんですけど、これが入れた、左に入れたものが現実の世界にきちんと反映された状態というのがデジタルツインのあるべき姿だと我々の方では考えています。なので今後、こういう形でデジタル上で入れたものが現実に反映されて、現実で起こしたことがまたデジタルに反映されるというこのサイクルを回していく、こういった取り組みが さまざまいろんなところから多分出てくるかと思います。で、その際には先ほどのいろんなデータをつないで使っていくという、まあ、そういった使い方が出てきます。で、こちらもですね、あの先ほどの笹畑発で、ここではですね、えー、区の方で管理している、ここに植えているあの樹木のデータ、もうこれももうすでにあの入れてまして、例えば、 何何月何日あのここに植えられている桜がどれぐらい健康なのかあとはどこが損傷しているのかあまあこういったあのデータっていうのを普段から取ってあるんですけどこういったものもあのこの中からアクセスしてまあ見られるようになっているので、まあ、今後あの過去ここの場所はどういうあの検査をしたのかまたは今後どういうふうなあのちづくりの際にはここをどういうふうにしていくのかみたいなものをこういうデジタルのツイン の中から、あの、まずは見ていって、で、あの、検討したりすることができるようになっていくという、まあ、一つの事例になってます。で、今後、これからですね。この中には、あの、過去のデータだけではなくて、あの、リアルタイムの様々なデータも入っていくというのが、このデジタルツインの、あの、特徴になります。 でこちらはです、ね、同じくあの今後、渋谷で進めようとしている一、まあ、つのものなんですけど、こ,こ,もこれもあのプロジェクトプラット3 d の都市モデルですね。でここに人流データ、あの人の動きのデータですね、これを入れてで、空間解析は我々の方で行っている例になります。で今、ここで何をやっているかというと、これはあの先ほどの街づくりではなくて、今度は広告の一つの事例です。あの渋谷区の スクランブル交差点にはです、ね、屋外の,あのアウト・オブ・ホーム・メディアと呼ばれている、えー、屋外のビジョンがあの大きいもので6つあるんですけど、まあ、このどこにそれが設置されているのかでそれの価格であのそれの視野角どこから見えるのかというような情報ですね、まあ、こういったものをこの中に入れて で実際にここで広告を出したい方々が、この中であのどこに広告を出したらあのどれぐらいの方が見ていただけるのかみたいなものをこうい,うあのいろんな会社さんのデータ等をつなげてあの事前にあのシミュレーションしたり、または実際に広告を出した後に効果検証する、まあ、こういったあのものとして今進めているなものになります。で今ここで青く映っているのがこちらが。あの パートナー企業様の人流データになってます。で、あのこれがのプラトの,あのデータ上に今あの反映されて、で、この動いているものもこれ時系列のデータなので、あの動いている方のデータがそのまま,ま反映されてます。で、これからじゃあここにあのこの動画のデータを出しましょうということで表示しているのがこのデータで、で、これをドラッグアンドドロップで入れて、じゃあここの あのスクリーンに映した場合どこが可視範囲なのかというのが今 AR であの表示されているものになります。で実際にじゃあここどれぐらいの,かあの何月何日をどれぐらいの方がここを通っていたのかでその時の属性はどういう方なのか時間帯はみたいなまあこういうさまざまなデータでじゃあ,あの自分らがあの提供する広告は どこ、どこの場所の何時、何分にあの出したらいいだろうっていうようなことが、まあ見えるようになっています。で、今、ここで可視範囲に入った人流データは今、赤く表示されているんですけど、まあ、これも、あの、まあ、どれぐらいの範囲があの可視範囲になるのかみたいなものは、現地であの調査をして、で、それをあの、このシステムの中に反映して、で、あの、カウントできるようにしています。 で今度はですね、ここじゃあここに広告を出した場合に実際に現地ではどんなふうに見えるんだろうというのをここで今試しているものになります。ここで、そこの場所をポイントすると、実際にそこに立った時にあのどういう形であのビジュアライズされているのか、これがあの見えています。なので、例えば、 あの路地の裏からど,うどこまで顔を出したら例えば広告や看板が見えるようになるのかまたは下から表示する際にどういうふうにあの表示すればより多くの方に注目を得られるのかまあこういったあのクリエイティブなあの作業もこの中で行えるようになっていくというのがまあここの例になってます。 なので、これもデジタルツイン上で広告の,あの設定であったり、またはシミュレーション、うあ等したものが現実の世界に反映されて、それが流れる。で、実際にそれが流れた後の効果測定等はまたデジタルでやる。というような、これがあのデジタルツインの考え方です。でこちらはえ昨年ですね、 設計事務所さん設計大手の設計会社さんと取り組んだ例なんですけどここではあの現実空間にあの設計データの中にある設備情報を反映させた例になっていますでここではあのビームデータの中に入っている空調設備の情報これを あのこの中をメンテナンスされる方たちが、実際にその場所で、前回メンテナンスをしたのはいつで、どういう状況だったのか、このマニュアルはどう,いう,どうなってるのかみたいなもの、情報を実際の,その設備機器の位置情報と合わせて表示して、なので、現地での作業をまあいかに簡単にしていくのか、または初めてここを訪れたあの方でも迷わずにこういった業務ができる、こういったことをあの目指すために、現在取り組んでいるものになっています。 でこちらではあの設備情報をあの現地に反映して、ここであのホロレンズを使ってあのこういった情報を表示しているんですけども、えー、今年はですは、ね、さらにここからあのもう一歩進めて、設備情報だけではなくて、あの現地のさまざまな環境データ、これを取ってあの反映するということを今、進めていますで。それがこちらになります。でこちらはあの現地で センサーデータで取っている不快指数であったり、または二酸化炭素濃度であったり、ノイズであったり、あとは振動であったり、あの湿度、まあ、こういったさまざまなデータをあのシメトリーの中にあの取り込んで,で、えー、リアルタイムでもあの過去のデータでも見られるようにしているものになります。でこちらあの、ブラウザでも見られますし、現時点で先ほどのホロレンズを使ってあの、このデータをビジュアライズして見ることができるようになっています。 でこういう場合の,の XR の使い方というのは、やはりビジュアライズすることによって、問題の原因であったり、または解決の方法がまあ分かりやすくなるというのが、やはり一番の,あの効果かなと考えてます。あの従来からこういうセンサーデータで取ったものっていうのは、今までもあったんですけど、CSV の数字のまあ羅列であったり、エクセルデータであったりっていう、まあ、そ,のそれを見ただけではやっぱりよくわからないんですね。 でこれを現地で実際の場所にあの紐付けて、で表示してすることで、まあ、非常にこう分かりやすくあの現地の状況が理解できる、であのじゃあ、それをどこがおかしいのか、でその原因はどこなのか、じゃあでそれをどうやったらあの修正できるのかといった、まあ、こういった検討がまあやりやすいというのが、やはりこの XR の一番のまあ力の大きさじゃないかなと考えています。 今年はですね、特にあの一番大きかった例として、あの7月3日にですね、静岡県で発生した土砂災害があります。で、これは7月3日の午前10時半に、あの大雨に伴うあの土砂がの流出によって、あの非常に大きな方があの被害を受けたあの痛ましい事故だったんですが、こちらがですね、あの当日、災害が発生した日に、あの 現地の静岡県の方からご連絡の方をいただいて、我々の方でもあのこのシンメトリー等を使って、現地の天群データ、3次元データですね、まあ、こういったものを使って、現地のどこからじゃああの発生してたのか、またはあの発生後の被害状況とか二次災害をどうやって防ぐかみたいなものをあの当日あの、こういったデータを見ながらあの打ち合わせをしてました。で これ今映ってるのは2日目の早朝にあのドローンから入ってきた情報とかをまあ入れたものなんですけど1日目はもともと取られていた天群データ等からあの現地がどんなになってるかっていうなものをあの見てたんですけど。 でこちらが実際、当日の夜8時ちょっと前ぐらいですねあの、静岡県の方ですとか、いろんな関係者の方、上にズームつけながら、下にあのブラウザ表示して、実際に流出の経路、土砂が流れた経路であったりだとか、まあ、こういったことをあの、この中にデータをどんどん入れていって、で、副知事にあの報告したというのが当日行ったことです。うん で従来はこういったあの報告があの災害が起きてからあの委員会等が作られてで現地に調査行って報告するのに1か月とか2か月かかってたのが当日のまあ数時間後夜の8時には報告がされたということで、まあ、この このスピード感ですねこれがまあ非常に、あのー、インパクトが大きかったということでさまざまなメディアの方でも取り上げられました先日、あのー、テレビでも、あのー、ここの特集とをまあしていただいたんですけどやっぱりここの特徴というのはその官民学連携して あのまあ、いろんな方がここに参加して、でそれぞれのデータと持ち寄ってでこう、こうなってるのではないか、こうなるのではないかという話をしたというのが、まあ、非常に今回の、まあ、大きなあのこう あれににががっがったたんんだだとと思思いいまます効果で我々は初日あの天群データをもともとあった天群データであの打ち合わせをしただけだったんですが2日目以降からもいろんな会社さんが入ってきましたで今回も登壇されているホロラボさんですとかリュウさんですとか、まあ、あのいろんな方も参加されていろんなデータを皆さんで持ち寄ってで全て手弁当でやってたんですけど、まあ、こういったいろんなデータを活用することでこれだけあのスピーディーに あの新しいことができる、またはあの現状が把握できるというのが、やはりこういうデジタルツインやスマートシティのパワーじゃないかなと考えていますで。こちらはその静岡県難波副知事があの会見した時の言葉なんですけど、まあ、時代が変わった。で数時間でさまざまな分析ができるようになって、あの 今までオープンイノベーションとかオープンデータっていうのは必要だとは言ったけど、本当にこんなに力が出るとは思わなかったっていうような発言されてたんですけど、まあ、本当に今回はあのここに尽きたのではないかなと考えてます。で、これからこういった形で、さまざまなデジタルデータ等を使うのはどういうふうに進んでいくかというと、まずは過去のデータを使ってアーカイブ的な使い方、で、その次があのさらにセンサーデータ等からリアルタイムの情報を拾っていくことによって、今どうなっているのかをつかんでいく。 で将来は今のデータからさらにあの予測をしていくというのがまあこれからあのデジタルツイン等で進んでいく流れになります。で、えー、ともうちょっといっぱい話したんですけどそろそろ時間がなくなってきちゃいましたね。えーと 実はあのデジタルツインですねあの、イギリスでは2018年からナショナルデジタルツインというのが提唱されてまして、でこれはどういうあの話かというと、デジタルツインは巨大な1つのデジタルツインができるわけではなく、あの小さいデジタルツインが相互につながっていって、エコシステムを作っていくようになるっていうのがまずこの考え方です。 で我々が所属しているデジタルツインコンソーシアムというあのグローバルの団体もあるんですけどこの中であの我々も日本の事例先ほどの,あの静岡の事例なんかもユースケースとして報告してるんですけどこちらもですね今あの話している内容としてはあの今後はいろんな企業またはいろんなサービスの小型のデジタルツインが出てくるでこういったデジタルツインを連携していく必要がある。で 2026年までにはあの500年以上で、まあ、デジタルツインがあのに依存するようなあの形になっていくだろうと言われています。で、まあ、こういった形であのデジタルツイン自体の考え方もあの先ほどの都市 OS みたいな一つの 1>, 1位の OS みたいな考え方から今後はいろんな企業、いろんなサービスが出てきて、それが相互に連携していくことで、あのエコシステムを作っていくような考え方に今現在もどんどんあの変わっていってます。はいでまあ、これがあのデータの民主化によって生まれる新たな市場、デジタルツインとスマートシティになります。で まあこの,あのイベントの直前にあのメタバースの話も出てきました。で、本当はですね、ちょっと今日はメタバースの話もいっぱいしようとしてたんですけど、ちょっと時間がもりもりになってしまって、足んなくなったので、ばばっとあの最後お話しします。えっ、ー、と、アクティベートあのコンサルティングというところが、このメタバースやその背景の技術に関して非常にあのいいレポートを出しているので、後でぜひ見てみてください。あのここ、QR と下に URL があります。 でこれも基本的にはデジタルツインとかと同じなんです、あの起きていることはあの。若い方、いろいろなあのこういうテクノロジーとメディアを利用しています。で、今後はこういういろいろなあのサービスを提供している会社同士がどんどんあの相互に連携をしていくっていうのが、このメタバースの背景にあるあのものになります。でここでは、ですね今、アメリカ人、今、あの1日平均して32時間、あの1人当たり。 の時間があるよ。あれ24時間じゃないのと思われている方は、今もうマルチタスクでこれをやってるので32時間になってます。なんか仕事しながらまあゲームするみたいなやっちゃダメなんですけど、そういうことをやってるんですね。で、今一番多いのはビデオで、で、オーディオゲームに続いていってます。で、これを牽引しているのが全体のユーザーのうちの26%のスーパーユーザーという方で、で、この方が全体の売り上げもほぼこの方たちが出してます。これはあのソーシャルゲームなんかでもあった現象ですね。 e コマース、こういったところもこのスーパーユーザーがほぼほぼあの他のユーザーを上回って占めているで。スーパーユーザーっていうのはさまざまな新しいものにあの取り組んだりだとかこういったものをガンガン使うそうのことだと思っていただければいいです。で VR もこのスーパーユーザーが支えているというのがまあここのレポートで言われています。あの過半数がスーパーユーザーだということですね。で メタバースというのはですねあの、この中で言うと、まあ、VR ももちろん当然メタバースの一つなんですけど、こういうスーパーユーザーが今取り組んでるいろんなさまざまなテクノロジー、これが全部あの日常空間でやってることもデジタル空間でやってることも相互に連携していくよ。 なので、さっきのあのデジタルツインでやってたことと同じです。デジタル上でやってた活動が現実に反映される。現実でやっているのがデジタルに反映される。こういう形で情報が相互で連携していくっていうのがまあメタバースの基本的な考え方です。なので、私個人的にはデジタル上の活動とフィジカルがイコールになることっていうような考え方をしています。で 最終的には、じゃあそれが進んでいくとどうなるかっていうと、我々の物理空間の、まあ、ほぼほぼイコールのデジタルツインができていくというような、まあ、こんな考え方にあのなっていくのではないかなと。あのこのレポート、非常に面白いのであの、ぜひ皆さんも見てください。すいません、ちょっとすぐ走っちゃいましたけど。はい。あの まあこういったデジタルツイン、スマートシティ、まだまだあの取り組みも始まったばかりで、考え方もどんどん変わっていってます。なので、あのこれってどうなってるのそこよくわかんないんだけど、いろいろあの皆さん疑問等もあると思います。もし何かあのお話と聞きたい方とかいらっしゃれば、あのぜひあの気軽に連絡の方ください。 で弊社の方では、引き続きこのデジタルツイン、スマートシティ、まあ、将来的に入ってくるメタバース、こういったものも含めて、あのこ,れこれからデータとどうやって連携していくのか、でどういう使い方をしていくのかといったところを、引き続きグローバルの使い方であったり、または国内の動き等をあの皆さんの方にお届けしていこうと思っています。